バルブスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。本日はですね、定番、もう一つの緑色のあれを弾き倒したいと思います。定番ね、緑色のもう一つのね、緑色のあれとはですね、こちらです。はい、マクソンの SD9 ソニックディストーションですね。はい、こちらです。今日はこいつをですね、弾き倒してやりたいと思ってます。まあ、緑色の定番といえばね、あのチューブスクリーマーをね、イメージする人もね、すごく多いと思うんですけれど、こちらね、マクソンの SD9。まあ、これはね、アイバニーズのやつもあるんで、まあ、一緒なんですけどね。はい。このね、SD9。これもね、80年代から今もずーっと作られてるね、定番だとは思います。ただね、あれなんですよね。もう僕もそうなんですけど、ロックバンド界隈といいますか。はい。マーシャル繋いでバッてこうアンプで歪ませるっていうことをね、やってきた人たちは、あんまりね、多分馴染みがないと思います。はい。実際僕もそうですね。手に取ってこなかったです。はい。アンプで歪ませる人ってあんまり多分ディストーションペダルってそんなに多分使わないとは思うんですよね。ブーストするにしても、ブースターだったり、オーバードライブ、ね。そっちを使うことが多いと思うんですけど、このね、ソニックディストーションはね、それもあってか、アンプをクリーンで鳴らす人たちですね。クリーンなアンプがあるっていう前提で、エフェクターボードを組んで、そこでこう完結できるようにこうやってる人たちっていうんですかね。そういう使い方をする人たちが使ってるのが多いかなというイメージですね。はい。まあ、有名なところだとマイケル・ランドとかスカット・ヘンダーソンとかね。その辺がずっと足元に入れてますなんていうのはね、いろんなとこで見かけたりしますけど。はい。まあ、そんなのもあってかですね。ロックバンドをやってる人はね、結構これ使ったことないよっていうね、人が多いと思います。はい。僕もその一人でした。でね、定番ってやっぱいいんじゃねえのかなと思って、気になってはいたので、ちょっとね、現行品を普通に中古でゲットしまして、で、弾いたところね、すげえ良かったんで、ちょっと今日はね、こいつを弾き倒したいなと思っております。はい。ちょっとね、音出しながらね、いろいろこれね、また解説できたらなと思うんで、早速弾いていきたいと思います。ではですね、早速音をね、出していきたいなと思います。ファイアバード、マーシャルで、いきます。まずはアンプクリーンでやりたいと思うんですけど、さっきね、ちょっと説明もしましたけど、アンプをね、クリーンで使う人たちはね、これ、セッティングしてるときに、そのトーンがですね、上げられないと。シャリシャリしすぎちゃって使えないっていうね、だいたいもう10時11時ぐらいが限界ですっていう風にね、解説してる人がね、結構まあ多いんですけれど、まあ僕ね、ちょっとね、一個気づいたことがあるんでね、それ後でちょっとやってみたいなと思っております。まずはですね、とりあえずアンプをクリーンにして、これですね、エフェクター単体でしっかりね、音やっていきたいなと思うんですけど、まずですね、ディストーションとレベルってあるんですが、レベルね、結構小さいです。多分ね、3時ぐらいにしてあげると、バイパスと同じぐらいの音量かなと思うんで、レベルは3時。で、とりあえずですね、トーンは、後でいじくります。今はですね、この9時ぐらいにしておきます。で、このディストーションつまみですね、これをちょっとね、いろいろやってみたいかなと思うんで、いきます。バイパスはこんな感じです。では。We'll be right back.
はい、こんな感じですね。結構歪みます。まあディストーションですからね。ディストーションと言われてイメージできるぐらいはしっかり歪むっていう感じですね。でも独特な感じはありますよね。なんか音はバーンとこうレンジが広くて太いというか、まあ今トーンね、下げてるっていうのもありますけど、でも別にこもる感じではないっていうね。はい。なんかちゃんとシャキッとした上が5つ、その下の太さみたいなのがね、しっかりいるんで、まあ使いやすいっていうのはすごくよくわかりますね。はい。ではですね、続いて、はい、鬼門ですね。鬼門と言われているトーンですね。これをちょっといじっていきたいなと思います。アンプがクリーンだと確かにその11時半、12時ぐらいからはかなり肺がきついっていうか、まあ肺もきついんですけど、それ以上にバッサリローが結構いなくなっちゃうんで、その辺をちょっと聞いてもらえたらなと思います。では。はい、こんな感じですね。アンプがクリーンだと、みんなが言う通りですね。はい、シャリシャリっていう感じが強烈すぎて、これ使えないっていうね、感じも、まあわからなくはないです。はい。まあこれはこれで、初めからそういうのを狙ってね、音源にするときですね。ライブでこれはなかなか難しいですけど、まあラジオトーンというかですね、ローがない音みたいな感じのやつを出すときには、まあ面白い句もあるかなという気もしませんが、まあなかなかちょっと扱いづらい音ではあると思います。はい。ではですね、ちょっと最初にちょこっと言いましたけど、気づいた使い方ですね。これファズと一緒じゃねえってのちょっとね、思っちゃったんですよ。ファズもアンプのセッティングによってめちゃめちゃキャラが変わるんで、なんかそれと同じ感じで、いけるんじゃないかなと。まあ、というかいけるだろうなと思ったんでね。ちょっとね、アンプをね、歪ましてみたいと思います。はい。はい。というわけでですね、アンプを歪ませました。その状態でですね、まあ、とりあえず同じセッティングでいきますか。9時、9時、3時ですね。この感じでね、まあ、実際このソニックディストーション足元に入れてる人で、アンプを歪ましてる人って多分ほとんどいないのかなっていう気もするんでね。はい。ちょっとこれもね、防護的にはすごくいい感じだったんでね、ちょっとこのブースター的な使い方ですね。これでちょっとやってみたいなと思います。バイパスはこんな音です。では、いきます。
はい、こんな感じです。どうでしょう、アンプが歪んでるところでブースターとして使ってもめちゃめちゃいい仕事してると思いませんか。はい、オーバードライブとかだとね、ミドルによるんで、すごくアンプのそのもっさりした部分が消えたりして、リード向きなね、スッキリしたトーンになったりするんですけど、これすごくアンプっぽいままというか、いい意味でそのなんかローの暴れ感みたいなのがついてくるんで、すごくかっこいい歪みでと思うんですよね。はい。で、そんな中でですね、このトーンですね、これね、使えるようになります。はい、12時以降も使えるようになりました。なのでちょっとそれをやってみたいなと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか。アンプが歪んでるっていうだけでね、このシャリシャリ成分がだいぶ抑えられるというか、出てはくるんですけど、それがなんかこのピッキングノイズのうるさいところみたいな感じで出てくるんで、うまく音を汚せるというか、はい。そこの辺をね、このトーンでちょっとコントロールできるような感じになるんでね、すごくね、いいんじゃないかなと、はい、思います。あとはですね、このオーバードライブでこの音がミドルによる感じっていうのがね、苦手な人はね、これすごくいいと思います。はい。原因を抑えればね、そんなに歪みませんし、で、マックスに、レベルをマックスにすればそれなりにちゃんとこのブースト感も出ますし、何よりこのトーンでね、そのキャラクター、音のそのなんか汚し具合みたいなところをね、結構自由自在に操れる感じがあるんで、はい、すごくいいんじゃないかなと思います。では最後にですね、ちょっと今の感じ、アンプ歪ましたままブースター仕様でやってて、ちょっとね、ギターの手元をね、ちょっといじりたいなと思います。すごくね、ボリュームの追従がいいです。はい、今みたいなセッティングにしてると、ファーズと同じでですね、ちゃんとハイが残ったまんま、原因だけ落とせるんで、すごい扱いやすいです。なのでちょっとその感じをやってみたいなと思います。
本日はこちら、マクソンの SD9、こいつをがっつり引き倒しました。いかがでしたでしょうか？はい。僕は、なんとなく避けてきたというか、なんとなく使ってなかったんですが、改めて手に入れてよかったなと思ってます。これめちゃめちゃ使いやすいです。はい。もちろん、原因上げてもいいし、原因ね、下げて、こいつを受けにしてもいいですし、結構何でも使えるなと。はい。なんなら、二つぐらい持っててもいいんじゃないかって思うぐらい、すごくいいです。はい。めちゃめちゃ使いやすいなと思います。はい。さっきね、音をいじってる時にも言いましたけど、オーバードライブのね、ミドルによる感じがあんまり好きじゃないんだよねっていう人は、ぜひ、弾いてみてもらいたいなと思います。まあ、ブルースドライバーとかもね、結構しっかり上も下も出るんでね、それもいいと思うんですけどね。それとはね、ちょっと違うのがいいなっていう人はね、SD9 いいんじゃないかと思います。価格もね、非常にリーズナブルで手に取りやすいし、もういいことばっかりだなっていう気がしますね。はい。やっぱりね、定番でこうね、長く残ってるやつっていうのはね、なんかこう理由があるなというのをね、改めてこうね、再認識させられるというか、はい。素晴らしいペダルじゃないかと思います。はい。そんな感じでですね、引き続きチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上、バルブスギターのジャンでした。バイバイ。